昨年の年末、11月の終わりに作曲家の広瀬良平先生がお亡くなりになりました。ゆうべがお別れ会、コンサートホールの村田で、あったわけです。で、なんていうか、作曲の方も私の世代の方がこの頃ポロポロと亡くなっていかれる。私今病気なんです。今日病院からここへ直行してるんですが、こうやって合唱の仲間に囲まれた時間を過ごせると元気になっていく。これは素敵なことだなと、そんなことを思ったりして、今日は本当に皆さんに心から感謝申し上げたいと、そう思います。広瀬先生の作品の中に海鳥の歌というのがあります。追悼の意味を込めてオロロン調を最後に歌わせていただきます。
には